この動画では BCM エアーの電動ガンに搭載されているゲート、アスターの各種設定方法をご紹介します。 BCM エアーの電動ガンに搭載されているゲート、アスターはプリコッキング、アクティブブレーキ、バッテリー保護機能などを搭載しています。トリガーとセレクターの操作により本体から直接さまざまな設定を行うことができます。プリコッキングの設定方法を紹介します。プリコッキングはピストンを常に後退させた状態にしてトリガーを引いてから BB 弾が発射されるまでのタイムラグを少なくする機能です。まずはプリコッキングをオンにします。セレクターをセミに切り替えます。トリガーを引きます。トリガーを引いたまま2秒以内にセレクターをセミからオートに切り替えます。この操作でプリコッキングのオンオフ機能が起動します。トリガーを引いたままセレクターをオートからセミに切り替えます。本体が2回振動したらプリコッキングがオンになるのでトリガーから指を離します。プリコッキングをオンにしてからの 1-2 発はプリコックがかかってない状態です。数発打つとプリコッキングがかかります。次はプリコッキングをオフにします。セレクターをセミに切り替えます。トリガーを引きます。トリガーを引いたまま2秒以内にセレクターをセミからオートに切り替えます。本体が1回振動したらプリコッキングがオフになるのでトリガーから指を離します。プリコッキングをオフにしたらピストンスプリングを解放するためセレクターをオートに切り替えてから何発か打ってください。プログラミングモードの起動方法を紹介します。プログラミングモードからはファイアモードやバーストモードなどの設定変更ができます。電動ガンの設定を変更するにはゲート、アスターのプログラミングモードを立ち上げます。マガジンを外しチャンバー内に BB 弾がない状態でバッテリーを接続しておきます。セレクターをセミに切り替えます。トリガーを7秒以上引き続けます。本体が振動したらトリガーから指を離すとビープ音が鳴ります。根元が青色に光りプログラミングモードが起動します。機能とオプションの選択方法を紹介します。プログラミングモードが起動した状態でセレクターがセミにある状態では設定する機能を選択できます。トリガーを引くごとに設定したい機能が選択され対応するビープ音の回数とトリガーの根元の光が変わります。ファイアモードの設定はビープ音が1回鳴り LED が青色になります。ファイアモードではセレクターを切り替えた際の発射方法をセミ、フルオート、バーストなどに設定できます。バーストモードの設定はビープ音が2回鳴り LED が水色になります。バーストモードではバースト時の発射段数や停止機能の有無を設定できます。バッテリー保護機能の設定はビープ音が3回鳴り LED が緑色になります。保護機能のオン、オフや低残量での警告などのバッテリーに関する設定ができます。アクティブブレーキの設定はビープ音が4回鳴り LED がピンク色になります。ここではアクティブブレーキのオン、オフが設定できます。詳細設定はビープ音が5回鳴り LED がオレンジ色になります。工場出荷状態に戻したりトラブル診断の設定ができます。基本的には使用しない機能です。設定したい機能を選択した後にセレクターをオートに切り替えるとオプションを選択することができます。機能の選択時と同様にトリガーを引くごとに設定したいオプションが選択されビープ音の回数と LED の色が変わります。それぞれの機能とオプションについては製品に付属の取扱説明書またはライラクスオフィシャルサイトの製品ページをご覧ください。設定の保存と終了方法を紹介します。オプションを選択し終えたらセレクターをセミにすることで設定が保存されます。このままトリガーを引くことで別の機能の選択をすることもできます。再びセレクターをオートにすればオプションを設定し直すことができます。設定が完了したらセレクターをセーフに切り替えてプログラミングモードを終了します。設定の一例をご紹介します。ファイアモード、セーフティ、セミオート、バーストに設定します。セレクターをセミに切り替えます。トリガーを7秒以上引き続けます。
プログラミングモードが起動したら、ファイアモードを選択して、セレクターをオートに切り替えて、オプションの選択に移行します。トリガーを引いて、セーフティ、セミオート、バーストの設定を選択します。セレクターをセミからセーフに切り替えて、設定を保存し、終了させます。設定を変更したことにより、セーフがセーフティ、セミがセミオート、オートがバーストになります。続いてバーストで打ったときは、5点バーストかつトリガーを途中で離すと停止するように設定してみます。セレクターをセミに切り替えます。トリガーを7秒以上引き続けます。バーストモードの設定を選択して、セレクターをオートに切り替えてオプションの選択に移行します。トリガーを引いて5点バーストかつ途中で離すと停止する設定を選択します。セレクターをセミからセーフに切り替えて、設定を保存し終了させます。この設定でセーフとセミの機能はそのままに、オートが5点バーストかつトリガーを途中で離すと停止するようになります。ゲートアスターは専用アプリゲートコントロールステーションでの設定により、さらに詳細な設定をすることができます。ちなみに専用アプリからの設定には別売りのブルーリンクまたは USB リンクが必要となります。ライラックスではゲートアスターを搭載した BCM エアーの電動ガンを取り扱っております。詳しくはライラックスオフィシャルサイトをご覧ください。ご視聴ありがとうございます。新商品やパーツ組み込み動画はこちら。And if you guys are looking for cool gameplay and entertainment content, don't forget to check out our international channel right here. Don't forget to subscribe! Yay!